はい、今日の動画は先日走行した北一条通りとあと24軒丁寧通りを使って小鳥の方まで行きましたので、その時の車載動画でございます。ここは北一条の大通りの東側の方ですね。ちょうど札幌アクトリーとか過ぎたところで、ここが創成川を今渡るところでございます。で、札幌創成スクエアが右側にございます。左側には以前 NHK があって、それが今建物がなくなって更地になっている状況でございます。で、左側には札幌市役所、右側には札幌商工会議所などがございます。市役所の移転候補地として元の NHK があったところがね、上がってると思います。で、右側には札幌の観光名所時計台がございます。で、この交差点は、北進の一方通行で、ここはバスのみ右折できるというね、形の交差点でございます。レンタカーとかはね、結構間違ってバスの後ろについてね、そのまま右折していく車両が多いと思います。で、これが札幌駅前通りですね。で、このまま北一条通りを直進していきたいと思います。札幌中央警察署が右手に見えてまいりました。この建物は1回建て替えておりまして、建て替えた際に昔の建物を再現したような作りとなっております。札幌中心部って近年はマンションなどがね、多くなってきているんですけども、この辺りに関してはね、まだマンションなんかはあまりないようなね、感じになると思います。ただ西6丁目かね、7丁目くらいになってくると、若干マンションなどがですね、あると思うんですけど、この北一条通りに関してはそんなにマンションなどはないと思います。で、右側には STB と山田電機があります。で、その隣が NHK ですね。今のこの建物はね、なかなか大きいですね。まあ、もともとここに私立病院がね、あったと思うんですけども、山田電機のところも昔メディアパークスピカーというね、イベントホールがあったと思います。メディアパークスピカーはよくプロレスを見る際にね、行った会場だったんですよ。で、そんなに大きくなくて、プロレスをやってもマックスで1500人とかしか入らないぐらいのね、会場だったんで、すごく見やすかったんですよね。座席も全部ひな壇になってて、リングがすごい見やすい会場だったんですけど、プロレス会場に最適な会場だなと思っていたんですけども、まあ取り壊されてしまいましたよね。稼働期間はね、そんなにない会場だったと思います。で、右側には昔札幌厚生年金会館と、併設していたホテルがあった場所になります。ここも厚生年金解体された後ですね、結構長い間更地のままになってますよね。何か再開発でね、確か作る予定はあったと思いますけど、今のところまだ更地のままになっております。で、右側には UHB がありますね。現在札幌にあるテレビ局は全てこの北一条通りの沿線沿いにある形となっております。で、右側には札幌知事公館。まあ、知事が住んでるかどうかはね、定かじゃないんですけども、知事公館がここにございます。必ず住まなきゃね、ダメっていうわけではなさそうなんで、まあ、鈴木知事がここに住んでるかどうかはね、ちょっとわからないですよね。私が免許取った頃は、まだこの北一条通りのこの辺りってね、片側一車線だったんですよね。片側一車線で歩道が結構広めの道路だったと思います。ただ再開発で沿道にあった建物をですね、立ち退いて現在のね、全線片側二車線のね、ちょっと幅広い道路になった感じになると思います。なので、この辺りの建物は結構建て替わってるところがね、多いんじゃないかと思います。まあ、マンションなんかこの辺りまで来ると結構多いですよね。一般的には丸山と言われてる地区はこの辺りになりますんで、まあ、丸山といえば、やっぱり札幌でもね、高級住宅街のイメージはあるんですけども、まあ、この辺はマンションがね、多いような感じになると思います。まあ、公共交通の利便性も一応地下鉄東西線があるんで、まあ、ちょっと歩けば駅はあると思うんですけど、ただ丸山と言われてる地区でも、公共交通のその地下鉄の駅からね、結構遠いところとかもね、あると思いますので、まあ一概に丸山に住んでね、利便性がいいのかって言ったらね、そういうわけではね、ないと思うんですよ。で、ここをですね、右に曲がります。この東高スワーの手前のところですね。これを右折していくと、24軒丁寧通りの方に直接入っていけるね、感じになりますんで。
まあ一本裏手の道なんですけど、ここは狭い道路なんですけど、結構交通量はね多いと思います。まあちょっとした商店なんかがねこの沿道沿いにはありますんで、逆側の方に行くと、あの裏参道の方まで行くとね、結構いろんな店がねあると思います。まあ冬なんかね、この辺りやっぱり雪が降ると結構道幅が狭いんでね、元々の道幅が、まあ歩道なんかも結構狭いですし、まあ道路もね割と狭いんで、冬はあまり走りたくない場所のね一つになると思います。ただまあ隙間なくですね、住宅が建っているようなね感じになると思いますので、でマンションなんかもやっぱりこの辺多いですよね。で右側に回転寿司のですねトリトンがあります。ちょうど北五条通りとのね交差点の角地なんですけども、ここはトリトンの前は、ファミレスのガストがね確かあったと思います。ガストが閉店した後に、まあ、トリトンが建物を建て替えて出店した感じになるんですけど、ここのトリトンはやっぱり場所が丸山というところで常に混んでるねイメージがあります。日曜日とかもね結構車いっぱい止まってますんで、まあ、トリトン自体はねやっぱり人気のある回転寿司屋なんで、まあ、どこのトリトンも割と混んでますよね。で北五条通りのね交差点からちょうど24軒丁寧通りになります。この辺はですね昔からある通りなんですけども、まあ、24軒丁寧通りの中では最初の頃にね作られた区間になると思います。ここからちょうど西区の小鳥の今のイオンのどこですか、あそこまでの区間が最初に作られた24軒丁寧通りの区間になりますよね。私は地元が西区ハッサムだったんで、あの札幌中心部に遊びに行ってね、帰りに使うところとしてはこの24軒丁寧通りを使ってハッサムまで戻るか、もしくは総延ハッサム通りを使うか、あとは線路沿いの道路ですね、まあその大体3択で帰ったりしてたんですけど、たまに気分転換で北一条通りの方からね帰ってみたり、下丁寧通りをね通って帰ってみたりしてたんですけど、まあいろんなルートがあるんですけども、この24軒丁寧通りもね、その帰るルートの一つとしてよく利用していた通りになります。そして次の通りは、環状通りなんですけども、この交差点ですね、環状通りを渡ると西区の24軒に入ります。まあ24軒はね中央区に面している西区なんで、まあ利便性はそんなに悪くないと思います。ただ地下鉄の駅のね利用者って24軒って実は結構少ないんですよね。東西線の駅の中でも確か利用者の少なさで言えばね 2,3 番目ぐらいだったと思います。一番少なかったのが確かひばりが丘駅なんですけど、24軒はねその次ぐらいだったと思います。で左側にはパチンコ店のプレイランドハッピー24軒店、24軒のハッピーがオープンした頃ってちょうどパチンコ台だとモンスターハウスとか、あと銀ギラパラダイスがね全盛期の頃だったと思います。スロットはアルゼ系の台とかがね確かあったと思うんですよね。最初はめちゃくちゃ混んでるねパチンコ店、数年間は結構稼働良かったと思いますね。でこの辺が地下鉄の24軒のね駅のあたりになります。この辺のビルとかも、駅と直結している出入り口がねある建物が多いと思います。で24軒を超えていくと今度は小鳥に入っていくんですけども、この辺りはまだ24軒ですね。まあちょっと地味なね感じもするんですよね、24軒ってね。だけどまあ住むとしたら割と住みやすいような場所になるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ24軒の中心地はどこなのかなって考えたら、やっぱり地下鉄の駅のあたりに、ね、なるのかなとは思うんですけども。でこの辺にですねライブハウスのペニーレーン24というのがですね左手にあります。あ、これですね、ここがペニーレーン24なんですけど、あの割とメジャーな方とかもですねここのペニーレーンでライブしたりとかするんですよね。あとはまあインディーの方とかもね最初はここでライブをするとか、そういう方はね結構多いと思います。まあ会場の規模とかもねちょうどいいんでしょうね、キャパシティが。でこの左側には以前ですね病院がありましたね、清和記念病院というのがあったんですけど、今は8軒の方に確か移転されてたと思います。でここが地下鉄の琴似駅でございます。元の大英のところは今イオンになっております。なんかこの建物の壁の色がね大英の時のままなんで、このイオンの看板がなんかすごく
なんていうのかな、馴染まないというのかな、なんか合ってないんですよね、この建物の色とイオンの看板の色がね。それはなんかすごく感じますね。で、昔の24軒丁寧通りはちょうど次の信号のところまでだったんですよね。この先は狭い道で、ずっと狭い道がですね、ハッサムの方まで、今の宮野沢の駅のところまであった感じになります。歩道もないようなね、結構狭い道だったんですよ。で、まあそれも都市計画の道路ができてですね、今のような形になったんですけども、次ハッサム川を渡る橋が長栄新橋という橋なんですけど、旧道の橋はこの右側の方にある長栄橋になります。結構くねくねした道だったんですよね、旧道は。この部分が開通したのは私が中学生ぐらいの時だったと思います。まあ宮野沢の方とかはね、もっと後にできたんですよね、24軒丁寧通りは。こっちの方はちょっと早く作られたね感じになります。ちょうど新小鳥通りのところまでは、うん、そうですね、私が中学生ぐらいの時にこの道路がね開通した感じになると思います。で、左側は以前はですね、丁寧東と言われていたあたりなんですけど、現在は西区の西町ですね。で、右側の方が西区ハッサムでございます。以前の動画でも話したことあると思うんですけど、丁寧東だった頃に丁寧東に住んでまして、で、この辺りなんかね、当時よく出没してたエリアになりますんで、まあ、昔から見ると結構景色はね変わってるんですけど、この右にある NTT の建物だけは昔から変わってないですね。これは多分私が生まれる前からねある建物だと思うんですけども。で、ここも、ハッサムと西町のちょうど間をですね走るような感じになります。で、この下は地下鉄がね走ってるね感じになりますんで、まあ、このまま宮野沢の方まで地下鉄はこの24軒丁寧通りの下を走行しているという、ね、ことになります。まあそんな感じで今日はですね、北一条通りを使って西区の方まで来るようなね車載動画になりました。なんとかこの辺りのね動画って出してると思うんですけども、まあやっぱり地元なんでね、特段に思い入れがちょっと強い地域なんで、ちょっと多めに動画に出ることはあると思うんですけども、その辺りはご了承いただきたいと思います。それでは本日はここで終了したいと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。